次に日程第3、新成人の一言を行います。新成人の一言、私にとっての沼津の誇り、独挑戦について質問者以外の議員から発言をお願いします。では1番議員から順番に発言をお願いします。一番議員の山崎拓馬です。私にとっての沼津の誇りは人情味だと思います。私は仲見世商店街で生まれ育ちました。アーケードの通りが遊び場で、商店街のおじさんやおばさんたちに様々なことを教わり成長しました。人情味のある商店街です。この人情味という言葉が沼津の特徴を表しているように思います。商店街からこの側に抜ける風光明媚な景色、そして港湾に抜ける活気ある掛け声と熱気、そして人々の笑顔、この全てが沼津です。先人が大切にしてきた人とのつながり、共に共有してきた喜びや悲しみが今の温かい沼津を作ったのだと思います。私もこの機会に新たに町というものを考え、沼津を大事に、そして自分なりに今一度見つめ直していきたいです。2番議員の小川優香です。私にとっての沼津の誇りは人の温かさです。そう考えたのは家族や友人の存在です。生まれも育ちも沼津の私は、この沼津での思い出がたくさんあります。先日私が通っていた小学校周辺を歩く機会がありました。確かに当時との風景を比べると変わっていることはありましたが、私自身の思い出はそこを通るだけで鮮明に覚えているものもありました。きっとこの思い出を大切にしているのも、今思えば多くの地域の方々が私たちを支え、学校生活を盛り上げてくださったからだと思いました。このように振り返ると、沼津で過ごした20年間は多くの人の支えがあって成り立っていることを実感しました。だからこそこれからも沼津にいたいと思いますし、これから成人を迎える方々にもそう思っていただけるよう、次は私自身が沼津地域に貢献ができるように、小さなことから始めていきたいと思います。3番議員の川島幸喜です。私にとっての沼津の誇りは自然環境の豊かさだと思っています。沼津市は足高山と豊かな駿河湾に囲まれており、多種多様な生物が暮らしております。特に、獅子浜、平沢、大瀬崎といった3つのダイビングスポットにおいて、身近に、マリンスポーツを楽しむとともに、身近に、海の生物を、観察することができます。しかし近年の大規模な気候変動、地球温暖化、マイクロプラスチックなどの多くの原因で多大な影響を受けています。私にとっての挑戦は海洋生態系の保全活動に参加し、今起こっている海の現状を多くの人に知ってもらうことだと思っています。中盤議員の久保田真帆です。私にとっての沼津の誇りは美しい自然とそこから得られる恵みです。私は今沼津を離れて生活しておりますが、この町を出て初めて富士山が見えないことを寂しく感じたり、沼津では新鮮な海産物や美味しい水が得られていたことを実感したりしました。
それらは沼津で生活しているうちは当たり前になっていたもので、それこそが誇れるものであったのだと気づきました。当たり前の大切さを忘れずに、何事にも誰に対しても感謝と思いやりの心を持てる、そのような人間になりたいと思います。それが私にとっての挑戦です。9番議員の上弁智也です。私が思う沼津の誇りは優秀な教育者の方々です。私が第五中学校に在学中、担任の先生方から勉学のみならず計画性や責任感など人としての常識も教えていただきました。もし私が親となっても自分の子供を沼津の教育者の方々になら安心して任せられると思います。次に沼津が行うべき挑戦として、私は沼津のブランド化だと思います。 IT 技術の発達により、昔のようにハイコストでテレビにコマーシャルを出すことなく、ローコストで安く広く宣伝することができるようになってきました。沼津の知名度を上げるために行動するべき時だと私は思います。以上です。1番議員の大久保ひなです。私にとっての沼津の誇りは油揚げサンシャインによる観光の活性化です。沼津市全体で力を入れて取り組んでいる事業が実際に観光客増加へとつながっているところがとても素晴らしいと思っています。そして私にとっての挑戦は沼津の農業への貢献です。私は現在お茶の品種改良についての研究を行っているため、沼津のお茶農業を活性化できるように努めていきたいと思っています。21番議員の森尻です。私にとっての沼津の誇りは綺麗な海や山といった自然です。沼津港に行けば新鮮な魚を食べることができるし、毎日富士山を見ることができる。これは素晴らしい財産だと思います。そして私にとっての挑戦とは、人のために何ができるかを考え続けることです。もっと言うと、自分の興味のある経営の分野で将来何ができるかを考えることが私にとっての今後の挑戦だと考えています。その挑戦の舞台に立てるよう、またいつか沼津に貢献できるよう日々努力していきたいと思います。22番議員の山田ひなです。私にとって沼津の誇りは小中高と過ごしてきた学校です。私は大学で教員になるべく学んでおり、それと関連して沼津の教育現場でのチーム学校という取り組みに関心を持ちました。地域人材の活用やチームとして学校を支えていくのは素晴らしい取り組みだと思います。スクールガードや読み聞かせのボランティア、部活の外部コーチの方々に自分も支えていただいたことに感謝しております。これからは自分の挑戦として支える側として学校に携わっていけたらと思います。23番議員の坂倉博樹です。私の沼津の誇りは、昨年の台風19号において大変大きな被害を被らずに済んだということです。それはなぜそう感じたかというと、その昔台風、神奈川台風という台風があって、その時に甚大な被害を被ったということがあり、その時の教訓をもとに、
今ではしっかりと災害対策を行い、実際に昨年はそこまで大きな被害を被らずにいることができた。そのことは実際に誇っていいことだと私は思います。以上です。24番議員渡辺美月です。私にとって沼津の誇りとは各地に沼津の各地に点在する祭りです。花火大会を中心に沼津の各地にはそれぞれの地域に根ざした文化的そして伝統的な祭りがあると思います。私の生まれ育った静浦地区の江ノ浦では浦安の舞という舞を小学校の頃から習い、それを祭りで披露するというものがありました。このように文化的にも大変価値のある祭りが沼津のあちこちには散らばっています。そして挑戦といたしましては、過疎化の激しい沼津の沼津の各地でそれらの文化的な祭りを用いて地域の活性化およびアピールをしていくというのが挑戦だと思います。25番議員の大沼虎之介です。私にとっての沼津の誇りは豊かな自然です。私の住む長崎港区では自然が豊かでとてもいい場所だと私は思っています。しかしラブライブサンシャインの人気などにより近年観光客がとても増えています。それによりゴミのポイ捨てなどが増えていると私は考えています。そしてそのゴミのポイ捨てなどを減らせるような活動をしていけるようにしていきたいと私は思っています。以上です。11番議員の湯原隼太です。私は今焼津市に住んでいますが、沼津市民はとても活気のあふれた人たちが多いと思います。それは沼津を盛り上げる一つの力であり誇りだと私は思います。また私の挑戦は Today's accomplishments were yesterday's impossible。 これを訳すると今日の成功は昨日の失敗だ。僕は充実した一日一日を生むことで毎日少しでも成長していこうと思います。12番議員の瀬川幸美です。私の思う沼津の誇りは南口近くにあるライブハウスです。住宅街にもかかわらず高校生や若者、音楽好きな大人の集いの場になっています。そこにいる人は誰もが輝いていて楽しんでいる、そんな素敵な場所です。かくいう私も音楽好きです。そんな私の考える挑戦は沼津の音楽文化を盛り上げることです。鉄道の高架化がなされたら高架下にライブハウスやスタジオを作りたいと思います。例に挙げますと静岡市にあるライブハウスロキシーという高架下のライブハウスがあります。そこには多くの音楽好きが集まり、駅から近いことも相まって県外からもいらっしゃる方もいます。そんな場所が沼津にもできれば凱旋ライブと称して地元でライブをしてくれるアーティストもいるかもしれません。それを求めて沼津を地元とする皆さんが、そして他の県の皆さんが沼津に来てくれます。よって沼津駅、さらには沼津市の活性化になると思います。もしできればぜひそこで働きたいと私は思います。よって私の思う沼津の誇りは沼津ポコというライブハウスがあること、挑戦はさらに音楽文化に関する施設を沼津市に作ること、そして私もそれに関わることです。以上です。
13番議員の望月ゆきです。私にとっての沼津の誇りは2019年の秋にオープンしたララポート沼津です。私たちが中高生の頃は沼津には充実した食と多彩なブランド、シナなどのアミューズメントなどが集結した施設はありませんでした。沼津市にこのような施設ができたことはとても素晴らしいことだと思います。交通の便でも沼津駅、片浜駅からバスも運行しているし、車でも近くにスマートインターチェンジもできたのでとても便利だと思います。ですが混雑している日の国道1号線の渋滞がひどいので、少しでも緩和するように工夫が必要になってくると思いました。14番議員の林愛奈です。私にとっての沼津の誇りは少し古くて暖かい景観です。夕暮れ時にオレンジ色に染まった景観を見て心がじんと温まる、そんな素敵な場所が沼津にはたくさんあると感じます。鉄道高架事業をはじめとした地域開発が進行する中で、心温まる沼津の景観を守りながら人々の暮らしを充実させていくことが今後の沼津において必要となってくると思います。15番議員の若林すらです。私にとっての沼津の誇りは環境問題に対する取り組みの意識が高いことです。私は現在東京で学生生活を送っていますが、東京で暮らす人々の多くはゴミ処理の意識が低く、紙や水やビニール、ペットボトルなどを分別しないで捨てている人が多く見られます。なので上京して初めて沼津の人々のゴミ処理に対する意識の高さに気づかされました。私は現在大学で化学を学んでいますが、環境問題と化学は密接に関係しているので、沼津市の環境問題に対する意識の高さを見習って将来はより環境に優しい素材の開発などに尽力したいと思っています。31番議員の佐々木美優です。私にとっての沼津の誇りは豊かな自然です。特に私の生まれ育った平田地区では海が住民の生活の中心となっています。私たちはこのきれいな海を守っていかなければならないと思います。30番議員の大石夏美です。私にとっての沼津の誇りは豊かな自然です。私の生まれと育った福島地区では数年前からひまわりを育てています。毎年きれいな花が咲き、多くの人が富士山と一緒に写真を撮っています。また駿河湾沼津サービスエリアのスマートインターチェンジやララポートがオープンし、市外や県外から多くの人が集まってきています。地元の人以外にも美しい自然を感じてもらえたら嬉しいと思います。29番議員の上野田純平です。私にとっての沼津の誇りは豊かな自然と人の温かさです。沼津に住んでいた頃は当たり前のことでしたが、沼津を離れ違うところで生活してみて、沼津の自然と人の温かさは他の土地にはない素晴らしいものだと気づくことができました。また大型商業施設ララポートができ人の往来が増えているため、沼津を訪れた人が沼津の良さをもっと知ってもらって将来この町に住みたいと思えるような町づくりを進めていくことが大切だと思います。私自身も将来この沼津に戻ってきて町づくりに貢献できるよう勉学に励みたいと思います。27番議員の上松はじめです。私にとっての沼津の誇りは海岸沿いの防潮堤と竜王および千本松原です。これらは津波や高潮などの自然災害の被害を大きく軽減してくれます。
それにより市民にとって最も重要なことで最も基本的なことである安全であるということがことに大きく貢献できています。新成人としての私の挑戦は人間として成長し続けることです。知識や経験を蓄積して時間を経るとともにより一人前の大人に近づいていきたいと考えていきます。26番議員の初俣春奈です。私にとっての、沼津の誇りという話を考えたときに、いくつも浮かんでしまって一つに絞れなかったのですが、例えば皆様が言った通り自然の豊かさだったり、お祭りの伝統的なものだったり、そういうのを考えたときに、こう沼津にあるお祭りっていうのは沼津の良さを詰め込んだお祭りが多いなっていうことに気づきました。でここで沼津の挑戦として思いついたのが個人的な意見なんですけども、今ラブライブサンシャインを使って沼津は活性化をどんどんしてると思うんですけど、それと並行して沼津市全体で大きな祭りというかそういう括りを作って、こう各地域でそれぞれのところで祭りを同時期に行って、ツアーじゃないですけど、そういうふうに沼津全体を回れるような企画を考えて沼津全体で一つのことを目標を作ってやったら、きっと楽しいし沼津市に住んでる私たちも楽しめると思うので、まあ、希望ではありますが財政とかの問題もきっと大変だと思うんですけど、すごくそれは挑戦としては楽しいんじゃないかなと思います。以上です。4番議員の遠藤ねねです。私にとっての沼津の誇りは千本浜からの富士山の眺めです。千本浜の堤防から海と松と富士山の景色を見ると沼津にいてよかったなと思います。そして挑戦は大学での勉強です。大学では情報を学んでいますが、プログラミングだけではデザインや映像制作も学んでいます。それらをしっかりと学び、人の目を引くような沼津の PR できるようなものを作ってみたいと思います。5番議員の鈴木匠です。私にとって沼津の誇りは自然に囲まれた美しい町であるということです。私は現在県外の大学に通っており一人暮らしをしています。そうしたことで分かったことがいくつかありました。水がおいしい、自然が豊か、ゴミの分別が多いといったことです。ゴミの分別に関しては、沼津が日本で初めて分別収集を行ったそうです。その結果があってこそ今の沼津があるなどと私は思いました。分別収集を行うことによって、リサイクルなどそういったことがしやすく なっていきます。私は、それに関して、私の挑戦として、考えたのはリサイクル活動に目を向けていきたいということです。現状日本ではゴミの埋め立て問題に直面しており、再利用できるものをリサイクルしてなるべくゴミを減らしていきたいと考えています。なので私は、リサイクル活動に目を向け、さらには実践をしていきたいと思っています。6番議員遠藤美音です。私にとっての沼津の誇りは沼津市民の人としての温かさとそのネットワークの強さです。美しい山、海と豊かな自然に囲まれながら知恵を絞りたくましく生きる沼津の地元の皆様に幾度となく助けられてきた思い出があります。特に父の職場である沼津
沼津の港の皆さんの活気には本当に勇気づけられました。連絡で行き詰まった時にも応援してくださっている地域の方々への感謝を示そうという気持ちが私の背を後押ししてくれたと思います。私もそんな沼津市民の一員として、個人の話になりますが、さらに優秀な後輩たちの励みになるような結果を勉学、主に語学において残せるよう挑戦してまいる所存です。20番議員の広瀬優香です。私は現在保育学部に通っており、将来は沼津市で保育士として働きたいと考えております。沼津市は豊富な子育て支援事業やサービス、医療体制の充実により、子どもが心身ともに健やかに生まれ育つための環境が充実していることが魅力であると思います。そのため多様な遊びや学びの場を提供することができ、子どもたちが楽しさや充実感を持って成長できる環境にあります。沼津という地でのびのびと育ち、自分が生まれ育った沼津を誇りに思ってもらえるような保育を提供したいです。そして保護者の方が安心して子育てができるように、沼津市の子育て支援事業やサービスを活用して、保護者や地域の方と子育ての喜びを分かち合い、子育てに関する知恵や知識を交換しながら、社会福祉の専門職として子どもたちとその家族を支えていきたいです。そうすることで沼津市の子育て力の向上に貢献したいと考えています。以上です。18番議員の西村ゆりです。私にとっての沼津の誇りは、昨年10月にオープンしたララポート沼津です。こちらのララポート沼津はラブサンシャインを起用し盛り上がっていると思います。こちらにまた沼津の長所を取り入れて、さらに盛り上がっていたらいいなと思っております。私にとっての挑戦は、自分のスキルを上げるためにたくさんの資格を取ることです。もしその知識が沼津への地域の貢献になるのならば、沼津への恩返しをしたいと思っております。17番議員の杉山亮です。私にとっての沼津の誇りは、美しい風景と過ごしやすい気候です。富士山や駿河湾といった山も海も身近にあって、自然を感じられるというのはとても素晴らしいことで、また気候も穏やかで、年間を通して非常に過ごしやすい環境であるということを沼津を離れてみて初めて感じました。そして現在私は大学で高分子材料や有機材料について学んでいるのですが、その学びを生かして、将来我々の生活をさらにより良くする、そして環境に優しい材料の開発に挑戦したいと思っています。34番議員の鈴木幸です。私にとっての沼津の誇りは、自然と人間の共生から織りなされる豊かな文化と産業であると思います。沼津からはスポーツ選手、アナウンサー、小説家、デザイナー、映画監督、アニメディレクター、俳優、女優、政治家、コスチュームアーティストなど多方面で活躍されている方々がいらっしゃいます。ですが、それをあまり知らない市民の方は多いと思います。おそらく知る機会がないからではないでしょうか。今回私も調べてみて、初めて知る方がたくさんいらっしゃいました。もしこれらを小学生、中学生の頃に知っていたら、また現在活躍されている方々と直に触れ合う機会が設けられたなら、市民の沼津を誇りに思う気持ちは強くなり、沼津に住む、または一度県外などに行っても沼津に帰ってくるという選択をされる方が増えるのではないでしょうか。
頼重市長様並びに日頃より市政にご尽力されている皆様には一市民の意見としてご考慮いただければと思います。以上です。35番議員の山田真理子です。私にとっての沼津の誇りは若者の視点を積極的に取り入れて市を活性化しようとする活動やイベントが数多くあることです。高1の時にコラボ甲子園という高校生と企業がコラボして沼津のお土産を作り出そうというイベントに参加させていただきました。そこで沼津をより魅力ある街にしようと活動される多くの方々に接し、街づくりに対する意識が自分の中に芽生えたように感じます。挑戦としてはこれらの活動が一般的に特に若い世代や外部にあまり知られていないように感じたので、同世代や留学生などの交流を通して沼津の良さを直接あるいは SNS などで発信するなど自分にできることから始めたいと思いました。36番議員の加藤直です。私にとっての沼津の誇りは開かれたホームタウンであることです。昨年フェンシング4カ国合同合宿に多文化共生ボランティアとして参加し、沼津市の国際性に感銘を受けました。また活気あふれる街づくり、生き生き暮らせる街づくり、魅力輝く街づくりに挑みスマートシティを目指す姿は誇らしく思います。一方で地元の食や地域の方々の温かさは私を安心させてくれるかけがえのないものです。私自身も国際社会と地域社会の双方に目を向けることに挑戦し、開かれたホームタウン沼津市とともに進化を遂げてまいります。最後に私から一言発言いたします。私にとって沼津の誇りはとても暮らしやすい町であるということです。私は現在沼津市内に住みながら東京都内の大学へ通っています。友人などから通学が大変ではないかと言われることも少なくないのですが、起床時間が特別早かったり帰宅時間が特別遅かったりなど大きな負担がなく毎日の通学ができています。駿河湾や鹿抜山、足高山といった豊かな自然を持ちながら首都圏への交通の便がいい沼津市は非常に住み心地がいい町だと思います。この暮らしやすい町沼津市で生まれ育ったという誇りを胸に、沼津市内や静岡県内はもちろんのこと、全国世界で活躍できる人材になっていきたいと思っております。そのためにも本日新成人議会の議長という大変貴重な経験をさせていただきましたように、学生時代でないとできないことに積極的に挑戦してまいりたいと思います。以上で新成人の一言は終了いたしました。